あの今年ももう早いもんで12月今年も終わりっていう形のですねなんかラジオみたいな動画を撮っていこうかなと思いますじゃあお願いしますそうですねもう気が付いたら12月なんですよちょっと前にですね確定申告とか領収書の整理とか終わったなと思ったら気が付いたらもう12月みたいなこんな方ってめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思ってでやっぱり子供の時に比べてですね大人になると 時間の流れがですねもうこれめちゃくちゃ早くなるらしいんですよなんでかっていうと大人っていうのは基本的に同じことの繰り返しであの時間っていうのが過ぎていくので記憶に残らないらしいんですよねで子供っていうのは初めての経験ばっかりじゃないですかなんかディズニーランド行ったりとか海行ったりとか旅行行ったりとか何かいろんな経験がやっぱりあるので部活したりとか何かすごい濃いらしいんですよ時間の流れっていうかもう ね、それが大人になるにつれてですねどん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 ですね時間が経つのが早くなっていくっていうのを持っててそれはやっぱりですね同じ仕事であったりとか同じ毎日であったりとか同じルーティーンっていうのがやっぱり絶対に大人の方が少なくなるわけですよ選択肢とかあのなんか好きなこととかそれはもう誰でもそうでやっぱ僕もそうですねやっぱ昔に比べたら絶対に今の方が 時間の流れるスピード早いなっていうのは実感しますしやっぱその通りだな特にこの10年とか本当にあっという間にあの過ぎ去っていったなっていうのは思いますねでこの感覚でいくとですね来年もまたあっという間に過ぎ去るんですよ再来年もあっという間に過ぎ去るんですよあっという間に5年後10年後20年後30年後になっちゃうんですよでも分かってるんですよねそれってやっぱり自分分かってるしみんな分かってると思うんですけど でもやっぱりどうしても時間の流れるスピードっていうのはめちゃくちゃ早いものではもはや気づいたら12月みたいな感じなんですよね。にはなるのでやっぱり濃いいいい時間ををを過ごごせるためにろろんんんななここととととチャレンジししよよよううううか経験っていうのはすすく大事だと思うんですよやっぱそれは別にお金を払って経験できるものであればお金を払って経験してもいいですしもちろん無料で経験できるものは無料で経験してもいい,い,いと思いますし。 別にそこでお金がかかろうががかかる前どちらでもいいと思うんですよ、ね、うん、なので自己投資とかの概念とかもそうかもしんないですね本を読むとかなんか教材を買ってみるとかこの辺で本当に180度人生が変わる起点になることっていうのもやっぱあるんですよ一つのきっかけで変わることっていうのがあるのででもそれはやっぱりそのいつもやってるルーティーンからはみ出して新しい本を買って手に取って。 で新しい本を読む読むってことはやっぱりすごい何、うん、ですかねすごい使うんですよ体力その場にいて手で本を持って目で追ってで活字を読んでいくでこれがやっぱり YouTube だとただ耳にイヤホンをして、あのー、まあら作,作業で何,何か勉強できるやっぱり本を読んだりとかするとすごいあの力使うのでそうですねこういったことでも小さいチャレンジでも小さい経験でも やっぱりそれがですね本当に起点になる時って絶対にあるのでやっぱこういったものもどんなに小さいことでもやることによって時間は濃いものになるんじゃないかなっていうのはややっぱ思いいますねいや毎日そうですね家に夜の9時に着いてテレビ 2, 3時,間2時間見て YouTube1 時間見てお風呂入って寝て朝から仕事行ってでなるとどうしてもメリハリっていうか。あのー 時間が濃くならならいいわけですよ時間が濃い薄いですよそれじゃあ毎日僕も薄いですよはっきり言ってなパソコン好きですし自分で何か仕事するのって好きなんですけどやってることって基本的にいつも一緒じゃないですかとりあえず YouTube 撮ってみたいなあのチャットワークとかでメールとか返信してとかですよね であとはメルカリとか例えば何か不用品販売したらなんか発送して梱包してとかですよねあとなんか記事ちょろっと書いたりとか教材作ったりとかマニュアル作ったりとかってやってるんですけどもやっぱりそうは言ってもですねうんやっぱ薄いんですよね時間的には。でやっぱり自分の時間を濃くするためにはどんどんじあの自分誰でもできる仕事っていうのは人に任せていってその自分の時間を濃くするっていうことがすごい大事で。 だから人に任せることそうですねクラウドワークスとかでもいいしなんか出品作業とかなんか記事を書いてもらうとかなんかそういったこともですねやっぱりどんどん任せていかないとなんかね最近あれなんですよねクリエイティブなことを考える時間がやっぱ人にも必要だなってすごい思うんですよ。例えば今日半日午後からやることないなってなった時に夕方からでもいいんですけど3時間残ってるなってなった時に あの全部タスクが終わって全部やることが終わってあのこれ3時間まだコワーキングスペースやるけど何しようかなこれがク,レクリエイティブの時間なんですよ空っぽになるじゃないですかやることが空っぽになるとそこね詰めるんですよ人っていうのは何やろうかなじゃあこれやってみようかな新しいチャレンジを詰めるじゃないですかだから物事っていうのは家でも自分の頭の中でもパソコンの容量でもスマホでもそうなんですけどやっぱり空にしておくことっていうのが結構大事なんですよ常に あの予定が詰まってる常に頭の中がパンパンパソコンもパンパンスマホもパンパンとかこんなんじゃ絶対にクリエイティブじゃなくて時間が早く過ぎるなんて当たり前じゃないですかなんか僕の知り合いにもなんか結構どうしようもない人が一人いて社長をやってる人いるんですけどもう財布がいつもパンパンなんですよもう膨れ上がっててあのレシートとかで2倍ぐらい膨れ上がっててでボロボロで,でスマホをミスしてもらったら画面ぐっちゃぐちゃにバキバキに割れてて。 でパソコンのデスクトップ見たらフォルダーがですね2拍ぐらいフォルダーがパソコンの画面上に出てて、うん、やばと思ってまして <laughs> そらそらこれクリエイティブなんないんじゃないですかわかるじゃないですかではクリエイティブっていうのはもうスマホもバシッときれいでアプリも少なくってまあゲームアプリなんて論外だと思うんですけどまあ あとはなんかパソコンのデスクトップとかフォルダーが本当に34個ぐらいで整理されててであのレシート要は携帯携帯じゃないあの財布ですね財布の中も常にカードが23枚入っててあのレシートなんで1枚も入ってないようなこれがやっぱり理想じゃないですか家に関しても例えばあのここの収納スペースはまだ空きがあるとか。 だからこそ新しい趣味のものとか新しいものが入りますよねそこにこれがクリエイティブな時間なんですよ車とかもそうなんですよ車もすごいゴミだけど車とかあるじゃないですかよくあの常にペットボトルペットボトルが足の下に落ちてるとか、まあ、これ僕ん家がずっとそうだったんですけどそれでやっぱり何も入ってこないんですよあと危ないですよね集中できないですしやっぱり無の空間の方が集中できるんですよ人っていうのは そううすするるとやっっぱクリエイティブ時時間間ていうのが考える時間ですね挑戦する時間チャレンジする時間が自分の中に増えていくのでこれが増えれば増えるほどチャレンジ数が増えてだからこそ10個チャレンジして1個でも当たれば儲けもですよねっていうのが僕の考え方なんですよ。だから常にあの余力を持っていく常に余裕を持っていくもう余裕を持っているってことがすごい大事です。 頭のリソースだったりとかパソコンの中のデータホルダーとかスマホのデータとか、うん、家のですね収納スペースとか玄関でもそうですし靴がですね常に10足ぐらい置いてあるとかじゃあダメじゃないですか冷蔵庫がいつもパンパンになってるとか冷凍庫がパンパンになって賞味期限の記念のものもたくさん入っていてなんか食べもしないものも入ってるみたいなやっぱこれだとですね、うん、クリエイティブじゃないですよね考える時間がないし 時間早く過ぎちゃいますよねだって考えないから何もそうだからせっかく今12月じゃないですかだから12月になったらやるべきことっていうのはやっぱり大掃除だったりとかもう人のせいにもそうだと思います、まあ、この人会わないなとかこの人も連絡しないなと思ったらもうあの例えば LINE から削除したりとか何か連絡先をもう消してみるとかなん、うん、それぐらいしても全然いいと思うんですよ。 あこの人も 2, 年ぐらいい連絡してないなとかそうすると例えば LINE の友達が100人だったところがあのちゃんと整理をしてちゃんと連絡する人だけにして30人に減らしましたとかこっちの方がいいじゃないですか何か困った時にすぐ連絡できるじゃないですかそうあと写真とかもそう写真もなんか2000万円ぐらいフォロダ台に入ってますってなったらあのハードディスク買ったりとかしてデータは他のところに保存して常にス,、ね、スマホはあの空の状態にしとくとかパソコンのデスクトップなんでね 論外ですよ本当にフォルダーが200個300個とかあったらなんかごめ,ん、ね、めちゃくちゃあったんですよイクラみたいにあったんですよイクラのあのつぶみたいにですねあのパソコンデスクトップがフォルダーに生ま,れ生まれてたんですよ見せて,てもらったりとかたまたま見ちゃったんですけどやばと思ってそれで社長をやってる友達とかもやっぱいるんですよそんな人に従業員の人がついてきたいって思いますかって思いません僕が従業員でそんな社長の スマホの画面見たら画面がバッキバキになっててで財布がパンパンに膨らんでて2倍3倍にでパソコン見たらフォルダが200個300個いくらみたいにつぶつぶがあって僕だったら絶対嫌ですねだから未来ないないと思いますよそういうこそう,いうそういう人っていうかそういった やっぱり管理体制だったりとかだらしなく思われちゃうとやっぱ損じゃないですか人に対して何かを人に見られることによってあこの人ちょっとだらしないなって思われたら自分が損なんですよなのでやっぱり見えるところっていうのは綺麗にしていくべきっていうのはやっぱりここ数年間ですごい意識してますね意識するっていうかうん余裕を持たせることっていうのは結構意識してますね常にあの収納スペースは確保しておくとか スマホの中もなんか使わないデータは常に消すとかですねパソコンの中もあの常にあのいらないデータは消してデスクトップもきれいにフォルダーを消していくとか机の,家は机の上は常に何も置かないとかですねそうなんか本当に意識するようになりましたねやっぱり風通しのいい家であったりとか作業スペースっていうのは、まあ、すごく大事なことでクリエイティブなことが生まれるため やっぱりこのクリエイティブな余裕が生まれないと人っていうのは新しいチャレンジしないのでやっぱ時間早く過ぎちゃいますよあっという間に12月だから12月断捨離して物を捨ててで不要品あったらメルカリでバンバン販売して人にあげたりとかしますよね断捨離してであとはなんか整理整頓してとかですねやっぱ区切りいいじゃないですか12月年始に年末になんかいろいろ区切る。 人との縁も区切ってもいいと思いますしデータもいいしそれは目に見えるものでも無形商品無形でも有形でもいいと思うんですようん目に見えないデータをねどんどん削除したりとか目に見えるものであればなんかそういった人との付き合いとかもいいそうかもしれないですねリソース割かれちゃうんでどうしてもうんそれでも連絡しないとか全然そういうのでもいいと思いますだからそれぐらいですね12月 っていい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 ううのをいいように利用していくとといいんじゃないかなか思います12月だから掃除しよう12月だから不用品をどん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 販売していこう12月だからメルカリ始めてみようとか12月だから来年のために本を読んでおこうとか12月だから来年読む分の本を買っておこうとか12月だから来年副業を始めるために机と椅子を何かか。 あとパソコンとかをですねなんか自分の好きなもので整えようとか自己投資してみようとかそうだからなんか全部プラスに捉えればよくって12月だから始めようとかでいいと思う,と思うんですよそうだから来年ですね2024年2023年か2023年なんかいい年にできるように今から何かしら小さいことでもいいので、まあ、やっていくと またなんかいい来年が来るんじゃないかなって思いますので僕もですねやっぱり今年中できることは、まあ、やっぱり掃除であったりとか、うん、断捨離であったりとか整理整頓であったりとかその環境の環境を整えることであったりとかやっぱりできることっていうのはまだそうですね20日間ぐらいあるので20日間ぐらいするとやっぱり濃い時間になって記憶にも定着するんじゃないかなと思うので。 ちょっとですね12月っていうのを利用していろいろやってみてください。